今夜は銀南北通りで味わいの時。さて冷える夜は温まる料理で一杯。初代煮込み屋よいち。よいちっていう名前はどういう？自分がですね、みんなからよっちゃんよっちゃんって呼ばれるんで、よっちゃんの一番目の店っていう意味でよいちっていう。二番目ができる時には吉人になったり吉蔵になったりするわけです。よろしくお願いします。ご来店ありがとうございます。寒い季節の焼酎のお供にはやっぱりおでんが一番。俳優はやっぱり大根を食べなきゃいけないんですね。すごいいい味ですね。これは素敵な味だな。ありがとうございます。毎日も出汁は作り直してるんで、はい、どうですか、はい、昆布の甘さってですね、はい、なんか、はい、この焼酎とねものすごく合いますね。どん兵衛のあのお揚げが大好きでですね。きつねどん兵衛、ちょうど歯応えもいい感じで、はい、はい、これ病みつきになる味ですね。これうちの卵は一旦煮卵にして入れてるので、スープの味だけじゃないですね、はい、そうです。これが鶏皮で中に餃子の具が入ってます。いやこれ鶏皮もね柔らかくて滑らかで、はい、でこの中に餃子の香りがね、はい、そうですね、はい、これ美味しいな。銀白のロックで正解でしたね。これは次なる料理は私の大好きな松前寿司。おでんの出汁で炊いたご飯を使ってるんですよ。ちょっとこの味の入った、はい、あこれですよ。サバがものすごくいい感じで、やっぱこれじゃなきゃダメですね。 ありがとうございます。夜は何時までやってらっしゃいますか？夜は3時まで。3時、はい、温まるようなものっていうのは、はい、いいですよね。あもうそう言っていただけるとありがたいです。これからもよろしくお願いします。よろしくお願いします。